ハイライトは、韓国の男性アイドルグループである。アラウンド、US エンターテインメントに所属する。メンバーは、ビーストとして活動していたユン・ドゥ・ジュン、ヤン・ヨソプ、イ・ギガン、ソン・ドン・ウンの4名からなる。前身として2009年10月16日より、ビーストとして9年間活動。ユン・ドゥ・ジュン、ヨン・ジュン・ヒョン、ヤン・ヨソプ、イ・ギガン、ソン・ドン・ウン、チャン・ヒョン・スンの6人でデビューしたが、 2016年4月に、チャンヒョンスンが脱退。その後、ユン・ドジュン、ヨン・ジュンヒョン、ヤン・ヨソプ、イ・ギガン、ソン・ドン・ウンの5名は、ビーストデビュー当初より所属していた、キューブ・エンターテインメントとの契約が満了になり、2016年12月16日、資本金3500万ウォンで新たに、個人事務所アラウンド、US エンターテインメントを設立。しかし、 ビーストの商標権はキューブエンターテインメントが持っており、交渉がなされていたがまとまらず、2017年2月24日、新たにグループ名をハイライトとして活動をすることが発表された。ハイライトは一番明るい部分、一番際立ち、興味深いという言葉の意味と、キューブエンターテインメント時代に5人体制として発表したファーストアルバム名に由来する。 ハイライト名義での初のアルバムとなったミニアルバム Can You Feel IT はオンライン書店のイエス二2 4で2017年上半期音楽売上ランキングで1位を取得した2019年3月14日付で四1 4日付でミニアルバムビーストは2009年10月16日にデビューした音楽グループであるキューブエンターテインメントに所属二千九年十月十六日 アルバム、ビースト・イズ・ザ・ビーに ST でデビュー2日後に、同アルバム収録曲であり、タイトル曲である、バッド・ガールで音楽番組に初出演。2012年8月8日、埼玉スーパー・アリーナにて、ザ・セカンド・ビースト・ファン・ミーティング・イン・ジャパン開催。昼部、夜部の2公演。10月11日から10月30日、ビースト・ゼブ、ツアー2012ウ、e、ィーを開催。10月20日、 ラブコンセールインコ戸ベに出演。2013年2月21日、2013、ユナイテッド QV に横浜に参加。横浜アリーナにて開催。ビースト、4ミニテ、ジーナ、ビートビー、のジフンが出演した。7月30日から8月7日、2013、ビューティフルショービーストコンサートインジャパンを開催。8月5日、A、ネーションアイランド、アジアプログレス。 ブルーオーシャに出演。8月9日、MTV ズシフェス13サポーテッドバイリビエラに出演。8月17日、神宮外苑花火大会難式球場に出演。10月12日、アップスペシャルボリューム1、ビーストスペシャルショーケース開催。11月17日から11月23日、ザ・サード・ビースト・ファン・ミーティング・イン・ジャパンを開催。11月10日、 ミュージックドラゴンライブ2013に出演。2014年1月31日から4月3日、ビーストジャパンツアー2014開催。6月8日から6月15日、ザ・ホース・ビースト・ファン・ミーティング・イン・ジャパンを開催。8月31日、サウンド・マリーナ14に出演。11月20日から12月18日、2014、ビューティフル・ショー・イン・ジャパン・君はどう を開催。2015年3月16日、新曲最速視聴会リリックビデオ撮影会を開催。東京、エレ東京で開催された記者会見にて、ビーストの独立レーベルとなるビーストミュージックの設立と10ヶ月連続での新曲リリースを発表。3月21日、春のポン、祭り2015ステージに出演。 5月20日から5月26日、ザ・フィフス・ビースト・ファンミーティング・イン・ジャパンを開催。10月30日から12月19日、ビースト・ジャパンツアー2015を開催。ツアー最終日の幕張メッセイベントホール公演のみ、全国の映画館にて、ライブビューイングを実施。2016年4月30日、札幌コレクション2016にライブ出演。同月、 チャンヒョンスン脱退により、これ以降メンバー5人での活動となる。6月3日から8月28日、ビーストゲスフーツアーを開催。9月30日ビーストジャパンオフィシャルファンクラブ、ビーストビューティー運営終了。11月韓国の所属事務所であるキューブ、エンターテインメント専属契約を終了させ独立を発表。 12月16日韓国にて新事務所アラウンド、US エンターテインメントを設立。なお、キューブの契約終了以降の活動名義は、ビーストの名を使用せず、個人名を使用。2017年2月11日、TS プレイプレゼンツ、プレミアムライブに、シノノメドンン名義にて出演。2月24日、アラウンド、US エンターテインメントより、ユンドジュン、ヨンジュンヒョン。 ヤンヨソプ、イギガン、ソンドンウンのグループ名をハイライトとする趣旨の公式文書が発表された。2010年7月1日、東京新木バスタジオコーストにて開催された総合エンターテインメントダンスイベント、プレシャスランドにスペシャルゲストとして参加するため初、来日。7月23日、大阪ユニバーサルスタジオジャパンにて開催された、国連のともアジアパシフィックグローバル。 トレランスウィズミュージック2010にゲストとして参加。11月27日、東京ビッグサイトにて CD 発売記念イベントを開催。2011年3月16日、ショックで日本デビュー。当初は2011年2月に日本デビュー予定であったが、ギグアンのドラマ出演により延期されていた。6月15日、2番目シングル、バッドガール発売。 6月22日から6月23日、バッドガール購入者限定で抽選ライブ開催。ビーストナイト全員4公演。7月1日、日本公式ファンクラブビーストビューティー発足。7月13日、K-POP フェスティバルミュージックバンクイン東京、参加東京ドームにて開催。7月16日、ライブファンミーティング開催。昼部、夜部。7月17日、 目覚ましライブ参加。in フジテレビを台場8月25日日本武道館にてキューブエンタテインメント主催のファミリーコンサートユナイテッドキューブインジャパンに出演。11月3日ハロウィンドリームライブインユニバーサルスタジオジャパンに出演。イギグアンは体調不良のため公演不参加。2012年1月25日キッスに出演。キッスは 国立代々木第一体育館にて1月25日から27日の3日間、開催された日韓合同発のファッションイベント。3月21日から3月27日ビースト、ワールドツアー、ビューティフルショーインジャパン開催。シングルアルバムフルアルバムミニアルバム DVD、ミュージックビデオ。 韓国日本 OST2010 年2011年2012年2013年参加作品 BBQ ビーストシンセギョンバカルーユンドジュンシンセギョンティオイギグアンありがとうございます